ドッキリよね。クソまずいパウンドケーキを作って、もう喉の水分を。どうしたらいいのこれ。あ、酔っ払ってんだけど。うまい。うまい。茨城。栃木じゃないね。一個目なんだ。栃木。栃木だって合ってたから。ジョニーになりきれてない状態。食べよ。食べよ食べよ。チーズ一切つけてないから美味しい。本当。ありがとうございます。美味しい。ん？鳥？Yes。神木隆之介に似てるよね。あら。え似てないですよ。え似てるよ。すごい似てる。ジャルジャルですよ。え？ジャルジャル。ジャル服？服服たくさん。でも。神木隆之介に謝ってください。素敵。ね、パルスイートやっちゃおう。パルスイート？CM やってるから。パルスイート？上水龍之介。なんで？言えてねえし。さっくんは染谷翔太に似てるって僕はずっと思ってて。ほら、もうブス。言われそうだよ、泣きそう。ちょっと画像出してあげますね。染谷翔太？あの。どうだ？染谷翔太。なんで？ほら、はい、バカに。はい、バカにされました。アップにすな、アップに。なんなん全然似てない。ほら、見ろ、先生。お、確かにって言われないんですよ。うん、この子だけなんですよ。超バカにしてるから。だから、頭いい人ってやっぱ左脳だからね。ビジュアルはわかんないね。あれ、造形はわかんないでしょ。ああ、形みたいな。そうそう、わかんないでしょ。頭いい人って左で処理してるから、全部。全然違う、褒めてない、褒めてない。で、バカな人は右で処理するから、わかんない。イエーイ。めっちゃホーリデー。めちゃくちゃ美味しいこれ。私ね、実はこれ皮嫌いなんだけど全然食べない。あ、本当ですか？嫌いなの。本当ですか？いけます？だけどもう見ないで食べて。マジですか？食べてもらって。美味しい。ありがとうございます。全然。なんかよくこういう爪楊枝をパスタにすると全部食べれるとか言うよね。爪楊枝をパスタにすると食べれる。パスタの硬いやつ。あ、そうですか。なんだと思ったの逆に。爪楊枝をパスタにするって言って。どうやって食べるんだろうと思って。爪楊枝。何が面白いのかちょっとわかんないわ。なんか、漢字書き取り体験。いいね、いいね。私すごいバカだけど、バカだけど、バカなのになんでわかるのみたいな瞬間があるわけ、私。ああ、わかります。ね。うん、めっちゃわかる。すごい。わかっちゃったって言われる。バカなのになんでわかるのみたいな。うん、感動されることがあって。そう、めっちゃ言われる。つまり、地頭はいいってこと。確かに。謝ってもらっていい？まず、布で全部処理してるから、絵で出てくるの。確かに。漢字も。漢字も、すべて。何もかも。イマジネーション。何もかも。女の目で見てこない。え、料理担当はいつも、カー君なの？はい。できないわけじゃないんですよ。あ、そうです。できないわけじゃないんですけど、合わない、舌が。だし巻き卵が、しょっぱい系が好きで、僕はすごい甘い系が好きで。肉じゃがとか作るじゃないですか。超甘いんですよ。お米は、柔らかい派、硬い派。全然合わないんだね。でも強いこだわりがないからね。うん。これじゃないと無理っていうのがないんで、妥協できる。A 型なんだよ、私。何型？ A 型です。多かった。あー、っぽいわー。でもきっちりしてそう。綺麗好きなのは僕。A って言われるでしょ。私、大寄りの A って言われる。わかります。なんか似てんのかな、やっぱり。A じゃないもん、O。あ、虐待だよ。あ、で、なんだっけ、あ。パウンドケーキだよね。パウンドケーキ。そう、パウンドケーキは。ベーキングパウダー。これ、重いから迷惑じゃなかったらさ、置いてきたいんだけど。全然いいですよ。ありがたいです。リズム美味しいのかな、ココラパウダー。バナナ。バナナシフォンケーキを作っていきたいと思います。ドッキリ用ね。
唇にずっとチョコレートついてた。ずーっと。ずっと喋った時、ずっとチョコレートついてたよ。ソフトクリームとかも口の周りベタベタついてた。でも、私もなんだよね。マジで泣ける。口の中、歯になんかついてるよとか、鼻くそついてるよとか、すぐ言うなって。すぐ言うの。超すぐ言うじゃん。鼻毛出てるよとか。じゃあ片付けよう、一旦。これはもういいのか。これはもういいですね。コラボありがとうございました。